松様、一松様、おでこにください、おでこにください。ああもう早くちょうだい、ああもう早くちょうだい。しょうがねえな、ほらご褒美だ。これがいいんだろうね。はあ、早く風邪を治せ豚ども、触らないとぶっ殺すぞ。お前、俺たちのことが知りたいんだってな。なら教えてやる。俺がホムラだ、俺たちがホムラだ。ミボトさんがそれを教えてくれた。一人一人が単純すぎます。もっと工夫しましょう。でないと最高速度マッハ20の先生は殺せませんよ。失礼な、生まれも育ちも地球ですよ。その発言は想定外だね。オイラは花から王国聖騎士の仲間になったつもりはないよ。七つの大罪を倒したい王国側とバンを倒したいオイラとで一瞬目的が一致しただけ。でも事情が変わってさ。この忙しいのに何やってんだ、アホ毛抜くぞ。オラやめて、それは私のチャームポイント。この春から立夏のお母さんも仕事の都合でここを離れることになり、立夏も俺同様一人暮らしをすることになっていたのだが、なんで立夏の荷物が運び出されているんだ。僕の理想はね、もっと足が長くて逆三角形の体型で、顔も逆三角形なの。さっきも言ったけど、僕がエクソシストになったのは2年前。訓練は7歳の頃から始めた。父さんに勧められてね。何しろ僕は生まれた時に悪魔である兄さんから魔性を受けたからね。私どっちでやりたいの、見目麗しい男、がっちりした女、どんな存在でも切り刻める、私だけに許されたデスサイズ。ずっとおとなしくしてたから体がなまっちゃってるの。久々に激しい運動したいわ。あ、なったぞ。私が第99代ブリトニア皇帝ルルーシビ・ブリトニアだ。紹介しよう、我が騎士クルルギ種族。彼にはランズを超えるランズとしてナイト・オブ・ゼロの称号を与える。って率先して座ってんのはユウコさんじゃないっすか。やっぱり写真、あの写真どこだ。ないと思うわ。ないやりましょう、不動監督。俺は白竜、元フィフスセクターチームゼロに所属。ホワイト拝見。分かっただろう、これが格の違いってやつだ。本日は協調の裏部を伺いに参りました。先日の風穴から出たあやかしは一通り駆除したのですが、念のため。騙されるんじゃねえカイドウ、んなヨタ話デタラメに決まってるぜ。自前の店を持つことは行商人の夢だからな。俺も例外じゃない。店を構えればその町の一員になれる。行商人と違って気心も知れた友人もできるし、嫁探しも楽になる。撮る撮る、写真撮る。はい、おい、もし誰だ。え、あ、いや、私は折原君の友人ですが、すいません、今はちょっと旅行中でして。幸せバンドスランボ、いつでも君を思う。やばい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 。